スントーンプーの像スンオンプーは、タイの姿勢と呼ばれる、大詩人。1986年には、生誕200周年を記念して、ユネスコの祝賀を受け、称賛された。本名は、ただ単にプーである。王族出身ではなく、平民出身であった。2歳の時に両親が離婚し、父は、田舎のライオンに帰り、母は再婚し高級で福王の長子のウバの職を得た。プーは、 トンブリーにあるチーパカーを寺に預けられ、そこで学んだ、学問を貯めると原則して、役所の初期となった。そのうち総門家に凝り始めたが、非常にうまく役所内では、評判の物書きとなった。しかし、高級のちゃんという女性と恋仲になり、ラーマ一世の王子の怒りに触れ、二人とも老屋に入れられた。二十歳で許され出国すると、ラヨンの父のもとを訪れた。 この時に書かれたのが、クレーン起工誌である。間もなく、バンコクに帰り、ちゃんとの結婚を許され落ち着くが長続きせず離婚。その後、4人の女性と結婚したが、主癖が悪くいずれも長続きしなかった。一方で、クレーン起工誌によりその分散を認められ始めた。プーは、ラーマ2世により、宮廷家人の職を仰せつかり、ターチャーン付近に住居を賜った。しかしその後、 酒によって王族を殴ったため、再び牢屋に入れられた。この頃から、アパイマニー王子物語の著作を始めたと言われる。しばらくは、プーは忘れ去られていたが、ラーマ二世がある時、試策に困りふとプーの顔を思い出したため、釈放の運びとなった。釈放された、彼は、クンスントーンウォーハンの名を賜った。この釈意名の一部と本名を合わせて、 スントーンプーと通称が使われることとなる。この後、宮廷内では熱弁を振るい、太古天文学史上最高作品と言われる、クンチャーンクンペーンなどの作品の共作をしたり、するようになった、プーの黄金時代である。しかし、ラーマ三世が即位するとプーは、簡易は剥奪された。そのため、ワットラーチャブーラナで出家をしたが、再び酒を飲みで漱石を追われ、アユタヤー。 スパンブリーなどを放浪した。再びバンコクに帰ると、ワットポーに漱石を置いたが、再びアユタヤーを放浪した。再びバンコクに帰ると、ワットマハータートで出家した。この頃、プーには、ある王族のファンがいたが、その王族が死んでしまったため、小舟を仕立てて、行場の旅に出た。この頃、数種の作品を仕上げた。しかし後に、ピンクラオ親王がプーを、再び王宮に引き抜いた。 この辺りで、アパイマニー王子が完成したと見られている。その後複数の詩を書いた。ラーマ三世が崩御し、ラーマ四世が即位すると、以前よりも高い官位プラスントーンをハ案に除された。その後作品いくつか残し死んだ。スントーンプーの人生は波乱に満ちた人生であった上、民衆に最も近い古典文学者であるためいろんな伝説を生んだ。日本で言えば、一級さんのような存在である。 有名なものを以下に挙げる。寸東音プーは暗い背景を持つ平民家庭出身でありながら神がかり的な威力の施策を持って王宮へ繰り出したが主壁の悪さから何度も倒木追放された。しかしその度医師の才能を惜しまれプーは王宮に戻った。豊かな生活も貧乏な生活も体験したプーはある意味において民衆のヒーローである。また施策の凄さは 他の誰よりも特筆していた。特に、アパイマニー王子は、古典の形式を守りつつ現代語を多用するという一種の、家族根拠を実現し、貴族の先輩特許であった文学を民間のものとした意味において功績が大きいと言われる。現在寸法音符のものと確認されていて、本文が存在するものは24作品ある。その他小森化数編、ありがとうございます。